はい、それでは、債権の消滅について学習いたします。テキスト142ページでございます。で、債権が消滅する場合というのは一番典型的に考えられるのは、例えばお金を貸してたら債務者が、借りていたお金を債権者に返す、これ弁済ですね。ほとんどの場合で弁済なんですが、それ以外にも、債権が消滅する場合があるというのがここでのポイントになります。はい、ではまず一番最初に分かりやすいのは弁済というのを、これを考えましょうね。これは当初の債権の目的通りの給付目的通りのを達成したと、これが、弁済であります。で、弁済というのはですね、法律行為かどうかという議論がありまして、でこれはですね、難しいんですね。ほとんどの場合、法律行為で考えていいと思うんですけれども、債務者がですね、意図しなかった場合、意図せずに、弁済と同一の状況を作り出した場合というのがあるわけですね。どういう例かと言いますと、例えば、どうしましょう、夜9時以降にピアノを弾かないという債務を負っていたわけですね。マンションで隣同士住んでてですね、ピアノが夜うるさいわけですね。で、夜9時以降はピアノを弾かないという約束を隣の人との間でしたと。で、この時に債務者、つまりピアノを弾く側は、債務を不履行しようという気満々なんですよ。満々なんだけれども、たまたま腕を骨折しちゃって、で債務の履行ができなかったと。この場合、弁済する意思ないんですね。弁済した意思はないけれども、弁済と同じ効果を出して導いても問題ないだろうと。このように、このようなケースですね、このようなケースを説明するには法律行為だと言い切ってしまってはいけないということで、したがって現在の通説は、ほとんどの場合は法律行為で説明できるんだろうけど、今のような例ですね、に準法、は説明できないので、法律行為に準じるものだというような、説明をいたします。法律行為分からない人は民法訴訟法を学習してからもう一度振り返るようにしてください。はい、それから、弁済に関してはですね、例えば、特定物の引き渡し、他人物の引き渡し、弁済場所の問題、弁済費用、受取証書の交付請求、債権証書、これ全部ですね、規定があるんですが、今全部見ていってもいいんですけれども、YouTube のですね、動画というのはあまり長くしちゃいけないと。YouTube のですね、動画というのはあまり長くしちゃいけないと。こちらの方ですいません、自分で条文一個一個今ここでストップをしてですね、確認してください。そんなにわからないことはないと思います。はい、それで、誰が誰に弁済するのかということですが、本来であれば、債務者が債権者に対して弁済するというのが、これが基本的な類型ですね。ところが弁済というのは第三者も弁済することができます。これを第三者弁済という言い方いたします。ちょっと474条の規定は確認しておきましょう。474条ですね、まあ、474条、債務の弁済は第1項ですね、債務の弁済は第三者もすることができるということを介して、で、2項ですね、弁済するについて正当な利益を有するものでない第三者は債務者の意思に反して弁済することをできないとかいう形で、第三者弁済が許される場合、許されない場合というのがあるというような規定を置いています。はい、それで、それからですね、もう一つ、一つのパターンは第三者が弁済することもあるとすると、反対に債務者が弁済受領権者以外のもの、つまり典型的に債権者ですよ、債権者以外のものに弁済をしてしまうということもあり得るわけです。こちらの方が第三者弁済、こっちが弁済受領権者、以外のものに対する弁済というやつですね。典型的にはケース49のような場合が問題になります。ちょっと見てみましょう。A という女性ですね、は X 銀行に対して100万円の定期預金をしていたと。で、 A の元から預金通帳印象を投資した Y、 これ男性でした、は X 銀行の窓口でこの定期預金の払い戻し請求を行ったと。X 銀行の担当者は定期預金口座の名義人が女性名義であるので窓口にいるのが男性であることから不審に思い、 Y に問いただしたところ、 Y は、A が自らの妻であると名乗ったが、 X 銀行は担当者はそれを信頼して払い戻しに応じたということで、本来はこれ権利者は A という女性ですね、
なのに第三者、盗んだ人にこれ、弁済をしてしまったと、こういうケースでございます。で、このような場合、これ表権的受領権者、実際には受領権がないんですよ、だけども表権的には受領権者というケースで、民法の478条に規定があります。478条を見てみましょう。はい、受領権者、もう過去飛ばしましょうか。受領権者以外のものであって、取引上の社会通念に照らし受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかった時に限りその効力を生有するということで、弁済した者がですね、債務者の側が、これ善意で、無過失だった時のみに、これ効力、弁済と同一の効力を有するということになるわけですね。その結果、ここ債権消滅してしまいます。消滅すると最後どうなるかというと、この弁済受領権者は第三者に対して、泥棒に対して、もちろん不当利得で返還請求できるんです。もちろんそれできますが、少なくともこの弁済受領権者はもはや債務者である、このケースでいうと銀行ですね、には、請求できない。あ、こっちに図がありましたね、失礼しました。できないということになるわけです。それからですね、ちょっと戻りまして、第三者弁済のとこなんですけれども、この第三者弁済有効に行われるとどうなるかと言いますと、これ債務者の代わりに第三者が弁済を行うわけですから、この第三者は最終的にこの弁済受領権者と同じ地位に立つというのが、これが、弁済者代位と言われる、499条でしたっけの規定でございます。条文、非常に短い条文ですが確認しておきましょう。債務者のために弁済したものは債権者に代位すると、こういうことですね。はい、ということで、弁済に関しましては、こういう形です。基本的には債務者が債権者に対して弁済するだろうと。ところが債務者以外のものが第三者弁済という形でする場合もあれば、それから債務者が弁済受領権者以外のものに対して、弁済をするという場合もあり得るんだという、その時にどういった効果になるのかという基本的な枠組みだけ知っていれば十分だと思います。はい、それでは、それ以外の弁済見てみましょうか。弁済以外にですね、代物弁済というのがあるんですね。金銭債務の代わりに、車1台渡すことで、弁済に変えたと、こういうわけですね。これもちろん、弁済できます。契約自由の原則ですから弁済できるんですけれども、こういうケースがあるんですね。例えば、まあ、これ架空の事例ですけども、あの金貸しがね、どっかの資産家の息子に金貸すわけですよ。で、最初借りてるけど返さなくなりますね。そうすると、お前の親の不動産、これをもし今度貸した金返せなかったら代物弁済してもらうと。契約中ですね、契約中ですから、これできるというところからスタートになるはずなんですよ。ところがこれ許すとね、100万円貸して1億円の不動産乗っ取れるというようなことになりかねないわけですね。で、そこで、仮登記担保契約に関する法律とかですね、それから裁判での集積がですね、いろいろあるのだということはちらっと知っておいてください。それから、供託という制度がありまして、これもちょっと知っておくといいと思います。よくあるのがこういうケースですね。賃貸住宅に住んでるんですね。家賃5万円です。月々。ところが、大家さんがですね、次の月に何と言ってくるかというと、来月から、家賃10万だと、こういうわけですな。10万払えないよということで、今までの5万円持っていくんですけど、大家さんとしてもこれ5万円受け取れないですね。受け取ったらそれでいいということになりそうですもんね。で、受け取らなかった。で、そうこうしているうちに3、4ヶ月経つと、お前5万円も払ってないじゃないかと、ということで、これ債務不履行だから解除だと、賃料払わないで家出ていけと、こういうわけですな。で、こういう時に出てくるのが供託と言いまして、494条だっけ、ですね。はい、これですね。で、弁済者は次に掲げる場合には債権者のために弁済の目的物を供託することができるという書き方をしております。
で、これ供託するとどうなるのかというと、これ供託すれば、債務消滅してしまうわけですね。じゃあ債権者はどうするかというと、この供託所に対する、還付金請求という形で、最終的に、権利行使するわけですね。供託所どこにあるかと、法務局も大体あります。大体は登記を見るところですね。登記帳の近く同じ建物とかに大体、供託所があります。はい。で、こういう供託という制度があるのだということも知っておいてください。はい。弁済以外ですね、他の債務の消滅原因、有名なのが一つ、相殺でございます。相殺というのはどういうのかと言いますと、これ感覚的に分かりますかね。 X は Y に対して今100万円の金銭債権を持っていると。で、 Y は X に対して70万円の金銭債権を持っていると。で、両方履行期だと。というのであれば、同種の債権があった場合には、例えばこの X、 これまず XY 間でこれ相殺しましょうという契約するんだったら、これ契約中ですからね。これ別に効力否定する必要なんもないんですよ。そうじゃなくて、今Y は相殺しないでくれしないでくれと言っていても、 X が一方的な意思表示、つまり単独行為でこれ意思表示をすることによって、対等額で債権が消滅して最終的に30万円の金銭債権、この場合にはなると。これが相殺と言われる問題です。相殺と言われる、債務の消滅原因です。で、どんな場合にでも、相殺できるということはないんですね。相殺適条と言われるものがないといけなくて、状況にないといけなくて、そのヒントは、民法の505条の、1項2項で、規定があります。その後にもずっとありますけれども、ちょっと1項だけ見ておきましょうか。2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対等、この字です、対等額について相殺によってその債務を免れることができるということで、その対等額については少なくとも債務の消滅原因だと。したがって相殺という債務の、債権の消滅原因ですか、債務の消滅原因と言ってもいいでしょう。それが、あるということですね。はい。相殺できない場合として、条文144ページ下3行書いております。このあたりの条文も、きっちりと読むようにしておいてください。それから、あと公開免除混同という、多数当事者間の、債権関係のところで絶対的効力時、相対的効力時で出てきたやつですね。で、まず公開というのは典型的にはこんなんです。1万円の金銭債権があったときに、当事者間の合意で、いやいや、これは古書の所有権譲渡の債権にしましょうよという、このこれ債務の目的に関する公開です、公開ですね。で、これを、従来の債務、つまり1万円の金銭債権を消滅させて古書の所有権譲渡を発生させようという、こういう合意、二重の合意をしているわけですね。そうすると1万円の金銭債権については、この公開が有効である以上消滅いたしますので、したがってこれは一つの債権の消滅原因だという形で民法では規定しております。民法513条でしたっけ、の柱文だけ確認しておきましょう。513条ですね。当事者が従前の債務に変えて新たな債務であって、次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は公開によって消滅するということで、3つ類型があって、給付内容、それから債務者の交代、債権者の交代ですね。で、これ被るんですよ。債権者の交代っていうと、実質的な機能としては債権譲渡と同じです。この2号の債務者の交代というのは、これは債務引き受けと機能としては同じになります。はい。それから免除ですね。免除というのは、これは通常の用語と同じように考えていただければ結構です。例えば C が D に対して10万円金銭債権を持っているといった場合に、 C が免除と単独行為、一方的な意思表示ですね、つまり法律行為論でいうところの単独行為ですをすることによって、この元々の債権債務関係が消滅するということで、免除もこれ単独行為で消滅するんだ、債務の消滅原因ですね。最後に、混同でございます。混同というのは何かと言いますとですね、
これは、債権者と債務者が同一の人間になっちゃうんですね。どういうことかと言いますと、今債権者親が子に対して10万円の債権を持っていたと。ところが親が死んじゃって、この債務者である子が親の地位を単独で相続したと。そうすると債権者と債務者一緒になりますね。債権者と債務者一緒で、この債権者と債務者が一緒になってしまえば、これ混同によって消滅するということでございます。519条と520条はそれぞれ、見るようにしておいてください。はい、ということで、債権の消滅原因簡単に、見ました。146ページに、どういうものであるのかという基本問題がございますので、また見て学習するようにしておいてください。はい、それでは、債権総論はこれで終わりになります。どうもお疲れ様でした。引き続き頑張りましょう。